ああ、お前たちに新聞社の取材が入る。すごいね、デク君。近い。皆さん、記者の徳田です。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。特別何かをしていただく必要はありません。皆さんがいつも送っている生活の様子をカメラに収めさせてください。たまに質問するかもしれませんが、その時はよろしく。爽やかイケメンだ。女じゃねえのかい。マイヒーロー、今日は show me what I gotta do。えらいね。夕食前も自主練会？はい。徳田さんもオールマイトのファンなんですか？僕らの世代でオールマイトのファンじゃないやつがいたら、そいつはモグリだよ。眩しいほどにかっこよくて、そして強かった。だからオールマイトの引退は本当に衝撃を受けた。平和の象徴を失ってしまった超人社会が今後どうなっていくのか。もっと努力しないと。オールマイトからワン・フォー・オールを受け継いだのは。緑谷君。はい。希望はあったよ。え、次は君だ。紙の事件でオールマイトが最後に送った言葉。次は君だ。その相手はやっぱり緑谷君だった。プッシーキャッツの事務所にも行ってきてね。コウタ君とも会ってきた。コウタ君と。それで憶測が確信に変わったんだ。君がオールマイトの後を継ぐものだと。その嘘はつけないか。いいね。とてもヒーローしてる。心配しなくていいよ。裏が取れてない憶測で記事を書くつもりはないから。もうどうしても知りたかった。希望が失われていないことを。